チャンチャラチャ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 ちなみにたくさん並んでたんですが、1回目が売り切れてたらしく、1匹しか、捕まえることはできませんでした。それでは今からスライム肉まんと壮絶な戦いを繰り広げてみたいと思います。実食。中身は肉まんなんかグロい。スライムが重症、なんかスライムの内臓みたいな状態になってます。うん、味はごくごく普通の肉まんです。ちなみに、食べながらしませんけど、1匹170円なり、横に並んでいた塩豚まんはこれより大きく150いくらだったんで、制作費に相当かかっているんだなと、思った今日のミントでございました。ということで、ファミリーマートで本日から発売始まりましたスライム肉まん、皆さんもぜひぜひ食べてみてください。現場からでした。